あなたの傷を背負わせてください。そして一緒に待ちましょう。月子さんが目覚めるのを。VZ ただいま帰還しました。報告を聞こう。リフトラシールは我らの手中に収まりました。プロジェクトスターレインボーは成功です。ミブヤの魔導兵器は健在だが、こちらについての対策は講じてあるかね。彼女に心理誘導を行うことで効率よく久我光太郎をコントロールできます。すでに布石と刷り込みは終了しました。彼らにもアルファの介入があったようだ。君の正体が露見するリスクについては？介入は対応範囲内で収集しました。あの殺ししか知らない魔導兵器にとって私の力はいわば天敵。問題はありません。なるほど。第5世界への共闘法は？ワールドタイムゲートの確保完了に引き続き、第5世界への再介入を含むプロジェクトゼラキエルを発動させます。発動時期は？承認さえいただければすぐに。よろしい。そちらは君に一任しよう、VZ。光栄の至りです。では久我幸太郎の管理も含めこれからも励みたまえ。これで僕が両ルートクリア、お疲れ様でした。でもこのままじゃ今度は月子さんがかわいそうだよ。そんなのはダメ。みんなで幸せにならなくちゃあれですよ、めーですよ。もう一度ループさせて月子さんとさよちゃんを両方幸せにするには2人とも学園祭に誘えないかな。二人と仲良くしてたらきっといいアイデアが出るよ。じゃあもう一回だけ頑張って。ご案内役は伊勢なぎ